別の河川敷にちょっと来たんですけど、かなりあの山奥というかね、かなり田舎の河川敷なんですけど、ちょっと遠目に見てもね、この逃げの木があったんで来てみましたけど、見たところ、あ、いるいるいる、あ、カナブンか、カナブンでした。さらに下流の方に来てみました。かなりいい感じのニレが生えてますけど、草ぼうぼうで下までは行けないと、クズがいっぱい生えてて、だからこの端っこの方に生えているニレをちょっとチェックしていこうかな。あ、いますね、見て、コクワガタとカナブンですが、まあでもカナブンくらいかいても、まあでも一応いることはいるってことや、いることはいるってことや。それ、この奥のめっちゃ密林になってるところに絶対いるはずなんやけどね、こういうとこ絶対いる、絶対いるよなこれ。でもここやぶこぎして中に入るのちょっと勇気がいるので、こっちでお茶を濁しましょうか。あ、でもいそうっすよ、ここほら、なんか樹液出た後痕跡があるし、樹液ポイント発見したけど、カナブンしかいねえ。アゲハチョウ、この奥に畑あるか、なるほどね、畑にしてある。カナブン飛んできたよ。怪しい、畑になっているから樹液出てるポイントあんやけど、昆虫がついていない。ほら、めっちゃ樹液出てんのにな。だから飛んできてんのかな、これ、もしかして。これだけいないというのは珍しい。カナブンしかいない。ニレの木はいっぱいあるのに、良さげなポイントがない。おっと、カナブンだけですね、いるのは。普通こういうとこだったら、ヒラタクワガタとかいてもおかしくないんですが、いないということは、まあ、取られているということがね。じゃあ他のとこ行こう。あ、クワガタいますね。コクワガタがなる。気をつけないとやばい。あ、平田いましたね。あ、平田クワガタいますね。穴の中に入ってしまったか。とノコギリクワガタがいます。ノコ、あれ、あれも上も平田やったんやな。平田クワガタダブルでいたのに逃してしまいましたね。難しいね。なんかヤブコギしたら、そのヤブコギのドサドサバキバキっていう音でクワガタが逃げてしまうので、ヤブコギして一回帰ってほとぼり冷めてからまた来てって感じで、あの二段階に分けて取りに来ないと結構厳しめっすね、こういうところ。まあでもいるのは分かったから夜にでも来たらいいけど、ここめちゃめちゃ遠いからね、家から2時間以上かかって到達したところ。これやばいな、ここはやばいぞ。なんか水たまりみたいになってるから、ここ足踏み外したら落ちるね。めちゃめちゃやばいとこにニレの木がありますね。はあ、特に何もいないようですね。ここにデカヒラタとかいたら無理して取ろうとして、このドブみたいなところに落ちちゃうというハプニングがありそうやけど。はい、また別のポイントにやってまいりました。ポイントっていうかね、ニレが生えてそうなところ適当に行ってるだけですけどね。
で、ここはですね、なんかゲートで、まあ、この川全般なんですけど、ゲートがあって、バイクや車入れないようになってるんで、こう歩いて探すしかないというね。あの辺りにニレの木があるので、あの辺り行ってみようかな。かなり草むらすげえな、これ。ちゃんと完全防備できてますからね。お、いました、いました、いました、やっぱいましたね。クワガタいないけど、カブト。カブトいましたね。カブトがいるということは、ここの気温がかなり高いということですね。クワガタよりも、まあ、昼間日光が当たるので、でもカブトのサイズ見ても分かる通り、かなり小型ですね、このオス。ってことは、幼虫自体の栄養が少ないってこと。だからこのポイントは、あんまり大型の、クワガタなりカブトなりはいないってことですね。ってことは、ポイントの選択ミスの可能性高い。ジョロウグモでかっ。このジョロウグモめちゃめちゃでかいですね。すんげえ草ぼうぼうやな。手つかずの状態が残っているのはいいんやけど、めちゃめちゃ草ぼうぼうや。ここまでやぶこぎして、やっとここは発見。やっとここはです。あ、でも平田ですね。あ、平田クワガタです。やったね。平田クワガタのペアです。やりました。ちょっと小ぶりですが、平田クワガタのペア、確認しました。はぁ、ここまでやぶこぎしないといないんやな、やっぱ。あぁ、プロかよ。落ちるプロや。落ちるプロ。落下プロ。だがしかし。あれ、メスどこ行った？ここはですね、あれ？平田じゃなかったっけ？あれ？あれ？ココアになってココアでした？平田じゃなかったっけ？平田じゃなかったのか？ココアだったのか？ほぉ！ここまでやぶこぎしてココアかよ。ダメだこれ。このポイントダメだ、ダメだな。これ、やばいってこれ。自分の目線の高さこれですね。なので、めちゃめちゃ、そこの木を見て終わりますかね、もう。あ、カブトか。あ、平田いますね、平田。平田とカブトいますね。カブトと平田いますが、平田が非常に小さい。これ平田ですけど、めっちゃ小さい。ほら。こんなんダメだよ。このカブトは結構でかいですね。でも河川敷でこれだけやぶこぎしてこれはきついな。カブト一匹。まともなの。まあ、まともでもないか。どこにでもいるよね、カブトなんて。ここまで苦労しなくても。はい。単なる河川敷なんで、こう地面見たらわかる通り雑草しかないですよね。まあ、デカヒラタが取れた河川敷ポイントは、流木とかがいっぱいあったんですよ。だから上流から流れてきた流木が、この、ここに溜まると。で、それが腐ってくる。で、そこにクワガタが産卵する。みたいな、ライフサイクルができているんですよね。それがないので、こういうポイントは、小型のクワガタとか、カブトしかいない。と見たね。変なのいっぱいいるんやけど。何これ？コガネムシ？これ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 。めっちゃいるよ、ほら。鈴なりになってる。で、他のとこ見てもいっぱいいるね、これ。ほら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 。これ飛んでるし。何これ。繁殖活動か。こんな草むらにいるんですね。コガネムシっていうか何でこれ。VVK。よく街灯に集まってるやつ。茶色の。大繁殖してる。やや不気味だ。
やや不気味。はい、いっぱいいますね。